はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はピアノの音から始まりましたが、実はピアノの話ではありません。 UJAM のアンバー2、そしてアイアン2、 VG スパークル2、いわゆる V2 仕様と言われるギターソフトでですね、先日僕が5000回の記念ということでスタジオ1用にマクロの自動化ソフト、それを発表しましたが、それはアンバー2だけじゃなくってアイアン2とかスパークル2とか、これにも全く同じように使えるという、このスーパーな使い方をご説明したいと思います。そしてですね、 YouTube のコメント欄にカラーライトさんという方がですね、僕の解説をとっても気に入ってくれてですね、そして自分ででも一つの課題が解けたということでですね、どんどん調べ物をしてくれて、この VG ギターシリーズの一つの法則を僕に報告をくれましたので、それを皆さんも見ていただけるようにウェブサイトにまとめました。どんなものかと言いますと、このページです。このページは概要欄にも貼っておきますけれども、これを参考にしてください。まあ基本はアンバー2を中心に考えているんですけれども、一番上の水色のラインを見てください。黒鍵は省略していますが、 C3 から F5 までの音程をですね、演奏できることになっています。もちろん黒鍵もできます。でもですね、ここで注意が必要なんです。まあ便宜上1弦から6弦としていますが、ギターの弦のように1弦は高音弦、6弦は低音弦という簡単な法則ではなくってですね、3弦と4弦なんかは通常なら3弦の方が高い音が鳴りますよね。でも3弦と4弦はどちらかというとイメージ的には逆なぐらいですね。ですから僕がたまたま1弦から6弦という名前をつけているだけでですね、それが完全な正解ではありません。何せキースイッチの高いところが A2 ラーの音ですね。そして下の方が C2 ドの音ですね。これの8弦ごとをピッキングすることによって、前回の動画でも言ったんですけれども、UJAM のこのギターシリーズのインストゥルメントモード、これにやった時にですね、メロディーを並べただけでは全く音が出ないんですね。ですから、このピッキングと同時にやらないといけない。いわゆるギターを本当に弾くように、左手でドレミファソラシドとか運指というのをしますよね。押さえていきます。そのタイミングで右手はピッキングしていくわけです。これと同じようにですね、この右手のピッキングがなかったら、左手をいくら構えても、もちろんコードを押さえてもですね、右手弾かなかったら音ってならないですよね。それと同じようにですね、右手と左手、いわゆるここに出した6個のピックエリアとですね、メロディーのミディと一緒になってですね、一つの音が鳴るように設計されているわけです。この表は概要欄に貼っておきますので、いつでもご覧になってください。そしてそういうことが分かったら、僕がいつもやってるですね、ミディポリッシャー、これを上手に使ってください。今日のお話はもちろんスタジオ1ユーザーさんにはとっても時短で便利なんですけれども、他の DAW でも考え方は一緒ですので、このミディポリッシャーを上手に使うことで、ここのトラック、メロディーというトラックに実際メロディーが入っています。このようにメロディーが入っているわけです。今度はキースイッチというトラックがあります。このキースイッチにはこのようにキースイッチを入れる専用になっています。これをルーティングさせてるんです。キースイッチ用のルーティングは特別何も問題がありません。ここインがイージーキーズ2となってますが、これなしでも大丈夫です。そしてこのメロディーはキースイッチからの音をインするように、このようにルーティングされています。そうしまして、今度は各ギターがアンバー2、そしてアイアン2、そしてスパークル2、この3つがこのように入っているわけです。入っているわけですけれども、このインはすべてメロ、このメロですね、このメロから入ってくるようにインはなっているわけです。
まずは出来上がったものを聞かせます。アンバーをこれでオンにします。そうすると、このようになりますし、今度はアイアンでやってみましょう。次はスパークル。ここにミディが何もありません。これがミソです。1個のメロディーと、そしてキースイッチ。まあ流れ的には下から順番なんですけれども、キースイッチが設定されて、同時にメロのトラックにキースイッチが流れると。そのメロのトラックから各3つの楽器にですね、ミディの信号が流れて音が鳴るというふうになっています。そこで昨日、スタジオワンユーザーさんにプレゼントしましたこのソフトですね。もう見るなりダウンロードしてくれた人は、もう一度この動画にも貼っておきますので、2つの種類があるんです。正確に音を鳴らすモードとですね、その前に作ったイレギュラーでちょっとお遊び心があるというような、そういうソフトと2つありますので、今僕がやってるようにミディポリシャーを使って別トラックでキースイッチをやるタイプとですね、そしてメロディーのトラックの下につけるタイプと2つ準備しまして、なおかつそれの正確にというやつとですね、2つあるんでですね、ダウンロードした時にまだ僕がリンクを貼っていなかった場合はですね、皆さん今日の動画からダウンロードをしてみてください。じゃあそれはどういう風になってるかと言いましたら、ここにそのキースイッチの秘密があるわけですけれども、一旦これを削除します。そうしまして、このメロディーをここにコピーします。はい、こう来ましたね。そしてこれは C3 より上のエリア、ここに入っているわけです。そうしまして、ここでですね、皆さんのご自由なキーボードショートカットに割り付けられたそのマクロを実行します。正確という方をまず今日はやります。コントロールオルト A。 はい、こうすると今一瞬でですね、もういろんな作業をしてくれましたね。これはこのマクロオーガナイダーのですね、別トラックの正確という、これですね、これを見たらですね、このように20行ぐらいのプログラムが組んであるわけです。このプログラムを一瞬で実行しましたので、通常皆さんが DAW の操作をしてですね、順番にやるんだな、これをずっとやらないといけないですから、僕が昨日の動画で600倍早いと書いたのは、1秒でできるか10分以上かかるかという意味で600倍と書いたわけです。このプログラムを今動かしたわけです。そうするとこれで音が鳴るんですが、ちょっとここの仕組みをお話しします。この一番上の音ですね。この音です。これは通常音がピーンとちゃんと鳴る音です。そしてこちらはですね、ミューティングする音なんです。ハーフミューティングです。ですからこれとこれをこのように選択して上に上げれば、はい、全部上げてしまえばですね、すべてがオープンで弾かれるようになります。そうしまして、ここは E2 のところにこれを並べたわけです。その E2 に並べたという理由が先ほどのここなんです。E2 と書いてますよね。4弦ピックと書いてある。これが案外正確でですね、この2弦と5弦ピックはですね、正確なメロディーを弾くのにはうまく弾けなくなってるんです。なぜかというと、キーボードから入ってきたミディが仮に C3 だった時に、1弦ピックとかは C4 ということでオクターブ高いだけなんですよ。でも2弦と5弦は G の音が鳴るんです。その音が鳴るんですよね。
これはなぜかというと、この下に赤く書いてますが、2弦と5弦のピックは多分パワーコードのために音程自体がシフトしています、そういうふうな約束を UJAM は作った、そういうふうになってるんです。ですから正確な音を弾くのには2弦とか5弦とかを使ったらいけないということになります。これでスタジオ1に戻しまして、ここはじゃあオープンで、そして正確な音で鳴らしますというふうにしてあったら、このアンバーの音はどうなるでしょうか。はい、これがメロディー通りになってるわけです。他でもやってみましょう。このようになるわけです。ここでなんですけれども、じゃあ前の方式でこれをやるとどうなるか、僕が作った古い方のソフトでですね、これを下にやります。下にやった後にミディピアノロールをカチンと押しておきましてですね、そして僕はこれはコントロールオルトテンキーの2番というのにショートカットを合わせてあります。こうしますとですね、さっきより複雑な感じになりましたよね。これは先ほどありました1弦とか2弦とか3弦とかにバラバラに振ってあるからこんな風になってるんです。ですけどこれはこれでとっても面白いんです。ちょっと鳴らしてみましょう。こういうふうなことやですね、例えばこの行ありますよね。この行を全部オープンに持っていきましょう。そうしまして、今度はあえて音がシフトしている2弦、これもこのまま置いておきましょう。そうしてですね、今度はここもそのパワーコード用なんですが、こっち側はちょっと普通のところに戻しておきます。まあこのぐらいにしておきまして、ちょっと鳴らしてみます。ニュアンスが変わります。はい、こうなりますし、 F シャープにこんなものを置いてあるんですけれども、これをですね、ある部分部分だけでもこうやって今僕シフト押しながら選んでおるんですけれども、この選んだ部分だけをここに持ってきますね。そうするとどうなるか。このようにミューティングがかかったりするわけです。ですからこれはですね、この F シャープに置いてあったこの音はですね、いろいろ遊んでもらうためのこの道具でしてですね、例えばこの例の音に持ってきてですね、ちょっとナッジっていうので、これを若干前にします。スタジオ1の場合オルトと矢印で、はい、ちょっと分かりにくいんですけど、少しずつこう前へ来ましたね。こうするとスライドみたいになるんです。でもこのスライドはですね、そんなたくさんスライドあったらおかしいですから、まあこれは一旦ちょっとこちらの方にのけておきます。そうしましたらちょっと音が分かりにくいですね。他の音が影響してるのかもわからないです。あ、なりました。はい、こういうふうにですね、スライドを作ったりとかいうようなことができるわけです。じゃあこの状態でですね、アイアンを鳴らしてみましょう。はい、後ろで、スライドしてますね。はい、面白いですね。スパークルでは、
はい、ここたくさん困難があるからですね。まあ、このようにしてですね、一瞬で音が鳴るようなキースイッチに自動的に行ってくれるわけです。ですから、ちょっともう一回ですね、これをやって最後に聞いていただきましょう。オルトを押しながら引っ張って、最後ですから、ちょっと綺麗に聞かすために、コントロール、オルト、A、ある意味正確な弾き方で、なおかつスパークルもアイアンもアンバーも入れてみてですね、そしてドラムも入れてみて、どんな感じになるか聞いてみましょう。はい、まあお遊びのようで、これでは楽曲を作っていく基礎だけの話なんですけれども、このようにしてメロディーを一発でですね作る、そしてルーティングをしてありますので、使いたい楽器だけをオンにして、そしてもうこれをテンプレートのようにですねしておいておけば、いつでもメロディーだけ入れ替えてですねできる。これはどうしたかというとですね、インスタコンポーダーをこのように出しまして、そしてここから引っ張ってきたんですけれども、インスタコンポーダーは簡単にですねこうやってメロディーをいつでも変更ができます。変更したメロディーをですね、ここのところにドラッグするだけ、たったそれだけですので、メロディーのところにピューンと持ってきて、そしてこのキースイッチ、もちろん長さが変わってますのでこう入れて、そしてこれでですねコントロールオルト A とこうしまして、鳴らしてみます。アンバーから順番に重ねていきます。こんな感じで、ここにはですね、ルーティングの技術、そしてマクロ、このマクロの使い方、そして U ジャム、深いところの使い方、これらを織り交ぜた、とっても興味深い使い方なはずです。皆さんもよーく見返していただいて、そして U ジャムシリーズを上手に使ってですね、なるべく一つのメロディーで、いちいち同じようなコードとか同じようなメロディーを載せるんではなくて、時短してですね、素晴らしいアイデアを楽曲に埋め込んでください。村長スタジオでした。